はい、皆さんこんにちは。ギタリスト作曲家の屋敷隆一です。今日はこちらボスのブルースドライバーとワザクラフトシリーズのブルースドライバー2機種を弾き比べてみました。ぜひこちら皆様に2機種の違いを弾き比べていただきたいと思います。ではどうぞ。2を聴いていただきました。程よいクランチから、あとよく歪んだリードにも対応してくれる、ペダルになっています。このアンプをクランチの状態にしてブースターとして使ってもいいと思いますし、ピッキングのニュアンスがとても出るエフェクターなので表情をとてもつけやすいと思います。はい、BD2W を聴いていただきました。オリジナルの BD2 とは違って、こちらもワザクラフトによるディスクリート回路が採用されています。オリジナルのものよりもミッドローがとても太くてですね、粘り気のあるサウンドがこちらも出せます。これだけパワフルなので、いろんなジャンルにも対応することができると思います。